とやるとこう取れると。 Hey guys! Welcome to my channel! I'm Daisuke! Today I will make multi-grain rice with natto and grated yam. It's very healthy and yummy. So let's get started! 必要なものが長芋、納豆、雑穀米、昆布醤油、長ネギの青い部分、もしかあとあれば海苔、まあね、なかったらなくても全然大丈夫。長芋をすってきます。この感じ、この感じを、これね、この感じ、これもヌメヌメっていうこともできるね。ネバネバもいいけど、いろいろこういうのあるね、日本語に。ちょっとこれすりすぎたな一人分じゃないな、俺ね。長ネギ切ります。これはあれね、このタレが入ってたやつね。今回は使わないけど、この納豆をこう取るときはまずここをこう蓋をこうするね。そしてここ引っ張るのよ、ここの部分を。でこうこうやってやるとこうニューッとやるとこう取れると。そしてここの蓋に乗っけると、こんな感じ。とりあえずこれをまかき混ぜてこう。ほら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 。お、ネバネバしてきたぞ、ほら。温めたご飯にまず長芋をこうね、こう入れて、そして次にこっち側に納豆を入れると。で長ネギをこうちょろちょろちょろっとね、海苔をここにパラパラパラっとね。ちょっと見た目が見た目はあんまり良くないけど、醤油をねかけるの、こう。これで雑穀米と納豆と長芋の丼の完成です。忘れてたけど、好みでわさびとか入れたらいいね、ちょっと。こい。それじゃあ、いただきます。うん、このさ、丼のポイントはさ、この昆布醤油なんだよね。普通の醤油だとやっぱりちょっとしょっぱいだけでちょっと微妙だけど、昆布醤油入れることでなんかやっぱりちょっと昆布のこう出汁がさ、いい感じにこうこの丼にマッチするわけさ。
今日はさ、ベジタリアン用に作ったからさ、入れなかったけど、あとこれに卵黄とか入れたら美味しいね。ごちそうさまでした。まあね、めっちゃくちゃうまいかって聞かれたら、まあ別にそんなにめちゃくちゃうまいとまでは言えないけど、ただ健康的だよね。やっぱり納豆と長芋と、あと雑穀米か。やっぱりネバネバしてるものってなんか健康的なイメージあるんだけど、うん、あとこれにマグロ入れたりしても美味しいね。マグロと山長芋って合うんです。すごい。オクラ入れてもいいの。オクラ、そしたらオクラネバネバしてるでしょ、納豆ネバネバしてるでしょ、長芋ネバネバしてるでしょ。ハンバーガー食べた後よりもなんか気持ちいい、なんかこう、あー健康的なもの食べたなみたいな、そんな感じします。オクラ、長芋、納豆、いいよ。俺体にもう健康的だよ。今回オクラ高いから買わなかったけどそんな感じです。それじゃあね、またね、バイバーイ。